はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。アシュテール修道院に入ったら、まあなぜか戦闘になったというところで、前回終わりましたので、もうこんなところはさっさとおさばらして、相変わらずね、行き先が分かんないので、まあ行けるところを一個ずつ行っていきましょう。配送帝国時代の廃墟、帝国貴族の保養地だったんだ。でお父様は帝国を再建したいと。ではそろそろ行きましょう。アスワカンを目指せねばなりません。それがどこなんだか分かんないんだよ。ああ犬がいる。なんだ、一匹の犬がこちらを見つめている。捨て犬だろうか。お腹を空かせているみたい。誰かが捨てていったのでしょうな。おいで、ほらこれを食べ。姫、なりません。でもあげちゃう。いやかわいそうだよ。でも一時の情けでもいいじゃない。ああ、そうだよそうだよ、情けは人のためならず。犬は満足してどこかに去った。うん、いつか俺を助けてくれ。これはカールフォール、カール滝、北東の高地を発祥源とする巨大な滝。洞窟があると言われているが確かめた者はいないと。滝を抜ける。戦闘があるのか。まあちょっと行ってみるか。あっちの炭鉱夫のところに行けそうだしね。滝の裏側が通路のようになっています。行けないかもしれないわね。魔物も出るかもしれません。敵って出んのかよ唐突だな。まあ戦闘的にはこれでいいかな。こいつを倒したいね。バク強そうだな。回し打ちので強撃と。強撃だな。2使うっていうところがね。おりゃ痛い。2か痛い。27になった。全然減ってなくね。こういうの毒にした方がいいのかな。カエルコンボ。ハンマーボール弱いからな。カエルから先にぶっ倒した方がいいかな。カエルコンボって。ちょっとブロックしようで、こうかな。ハエル先にも使うと挑発状態になってる感じ。ガード、いいね。強いカエルコンボ。お、なんか覚えた。失礼剣そうか、これか。めっちゃ失礼なやつだ。じゃあカエルを倒すか。とにかくカエルに集中攻撃。おら、ハンマーボールはマジ弱いわ。何これ、切って数分だけど。これで電撃が発動と。いやこいつマジ強い。毒にするか。結局2になってるし。骨砕き。攻撃。早すぎると。来ない。お、なんか覚えた。なんか強そうなんですよ。一発一発だ。おお、強い強い強いでも。痛い。怒り状態になってる。なんか
これはまたそうだ、これ強いよね。怒り解除ある。でブロックをウリピラにしよう。で攻撃はする。ハヤブサで行こう。直接つけるよ。ほら、よーし。いやー強かったな。トポイントアップ。おお、コンボアップ。トポイントアップ、トポイントアップ。ここら辺の弱点とかいまいち理解してないからな、まだ。抜けられた。炭鉱夫がいる。一心不乱にツルハシを振るう男がいる。話しかける。行員ウリア。行員にしてはなんかちょっとイケメンっぽいね。お宝を掘ってんのさ。山賊やら海賊やら騎士団やらでもう西は終わりさ。言ってることはしょぼいな。終わりかよ。あれ、バトルになってるよ。カエル戦士。ああ、敵が出るからそいつを倒せと。任せろ。ウリア、あんたいいところに来たな。お宝ラポリを手伝わないか。やりましょう。お宝、お宝。ま、イージーだし。カエル戦士でしょ。あいつら超弱いしね。ま、カエル戦士が3人いようと。で、高速撃の回し撃ち。これでね、倒せればすげえいいんだけどね。俺、やっぱ強力強いな。そうだ、よし、倒した。で、カシャンと連撃。調子いいね。わ、なんか炎症しだした。ここでもこのリーを倒せば連撃が発動するから、あ、これすっげえ遅くなるんだ。まあでもこれで倒せるでしょ、とりあえずは。撃撃痛い。あれ、まあこれ結構食らったな。これはかなり効率のいい戦い方だったな。よし、ヒットポイントをアップしていく。お、召喚スキルもアップ。召喚技で呼び出された敵はそのターン中に即行動してくる。ああ、なるほどね。敵がなんか呼んできた時ね。ふう、今日のところはこんなもんか。金の結晶5個。ああ、ここでなんかアイテムがいっぱい手に入れられるのね。これは同性や鉱座。こっちなんかあれだね、全部フリーバトルっぽいね。魔物の気配がするとか。こっちの方はなんかありそう。このまま進めばビキニロ辺境州に出る。え、あっち行けんの。もうちょっと一個ずつ行ってみっか。あー、出た。バク、バク強いんだよな。まあ行こう。廃校ね。はい、帝国の末期にはすでに廃校だったようです。寄り道してみる価値はなさそうだけど行ってみよう。リーチしすぎだろこいつら。戦闘は2回か。え、なんかこのゴロゴロ虫どういう形してるんだ。
入れるか。混合とかなんかダメージ当たりそうだけどね。おりゃ出ない。ゴホよし、しかし今クレーン撃を出した。ちょっと弱かったな。もうこのターンで終わったな。ドキー。いやいいね、アイスソードがいいね。体験のレベルが上がってもらいたいものだけど。ちょっと他のやつだって誰がいたっけ。モンゴ、モンゴなんていたね。でもまあ、ああそうか、証券が2人いるのか。ヤマトの代わりにモンゴにつくか。土だしね。よし、オッケー、これでいこう。カエル選手がいるから、まずカエル選手は倒しておきたい。これはもっともカエル選手から殺すことに集中しよう。いいね。栄翔が始まった。しかしこのターンでまたカエル選手を倒す。カエルコンボなどやらせません。ちょっとこっちにしよう。ヒートビート、攻撃力を上げていく。高速突き、OK、いいね。いい並びだったな。ドフィントはめちゃくちゃ高い。攻撃力、ああドフ斬り、ガーハー。これすっげえ厄介だな。めっちゃ使うな。ちょっと待って、やはり細かい攻撃をやってった方がいいかな。1のこいつも1でいけると。5回連続攻撃で倒す。ほら、いない。衝撃、いない。交流派、いない。青の前ってなんやねん。うわー、寝るのか。お、こいつも毒になってる。よし、毒が治った。もう先制攻撃かな、入るかな。それはいいな。まあ先行撃だろうな。あとちょっとだから、このターンで倒せるとは思うんだよね。痛い。おりゃ、ただアイスソード。ドミター。全ターンダメージを与える。弱点レイジって言ってもさ、それほど持ってないんだよね。吹雪とか使えねえし、消費が多すぎて。ただの魔物の巣。なんか損した気分だわって。縦札でも立てておきましょうか。いやでもこういうことをしていくんだよ、貴族の務めだよ、これも。でここはイージーだからね、どんどん戦闘していこう。ここだけ森が濃いね。
会話の流れからさ、なぜ戦闘になるのっていう。まあこれでいいでしょう。敵が2体か。まずは B のこのスライムみたいなやつを倒す。ちょっとこうしていくと、回し打ち。あ、外した騎士あれか、別に将軍じゃなかった。はやぶさ切りだったから普通の剣だ。うわー、寝たよ。立ったまま寝てきたな、こいつら。2人しか攻撃できないか。まあでも連撃は入るよね。2人だけかもしれないけど。え、外したもんじゃ。カウントアタック。痛い。電撃による状態解除って出てたけど、それはすげえな。でももうマジ全員寝たんだけど。どういう状態よこれ。シード打って結構食らう。よし、念が解除された。瞬速の矢を使って、スイングはね、別に強くはないからな。あ、だったら普通の狙い撃ちにして、ちょっとスパイラルチャージにしよう。あ、スパイラルチャージ送れんのか。じゃあ交流班、交流班も送れんのか。じゃあいいか、スパイラルチャージにしよう。狙い撃ち、アイラルチャージ強い。倒して敵の行動を阻止。あ、なんだ、ミツバチ。こう外敵がいなくなって活動を開始したんでしょう。おお、モンド蜂蜜好きだもんねって。蜂蜜はあんまり口にしないな。あ、なんだ、どっか飛んでってるぞ。で、多分こっから先はね、いけないと思うんだよね。うん、そうだよね。これさ、滝をさ、帰るときにまた戦闘になるのかな。滝を抜ける。あ、簡単に抜けられた。あー、戦闘にはならなそうだ。じゃああと一ところとすれば、このタワー何？スピラタワー。スピラ塔を見る。この塔は何かしら入ってみる。何もないわね。調整台っていうのかな、パワースポット。入る必要もない。ミザリー村。そう、蜂が気になるんだけど、この骸骨は、会話。あ、こいつか。なんか鍛えられっかな。合いそうかね。鍛えたいけどね。全体的な防御力じゃないからね。その月に対する防御力とか、残に対する防御力とか、そういう感じだからね。密林の蜜がなんか蜂蜜の蜜になってるけど、さっきのミツバチが解放されたことでなんか変わるかな。
がね、学んでるとね、ビンタ。ほら、痛い。糸を引く。まあ、とりあえずこれをやるか。この並びだとね、連携できないからね。行って、しる、死んだ。攻撃が強い。高速突きで手をこっちで倒そう。全員攻撃だ。ガードしてきた。何？ガード体制か。どこにしよう。この辺は結構後ろに下がるね。くらえ。よっと、ハードスコボ。よし、ここはもうガンガン行こう。まあ、かといってね、収束の矢がね、使いすぎるからね。ほら、毒殺した。ウルピナのスカートの中が見えそうだったな。後で動画を 見返そう。だいたい22分あたりか。うむ、なかなかいいアングルであった。なるほど、戦闘不能になるとこういう利点もあるんだね。お楽しみ効果みたいな。お、ここでミツバチが安心して暮らせるとか。おお、ミツバチが飛び回っている。で、ここは魔物退治だな、完全に。まあ、戦闘はイージーだしね。ウルピナ火だけどアイスソード装備してるんだ。そういう相性がないのかな。これはまずカエル戦士 A かな。カエル戦士あれゴブリンだった。先行的にしとこう。おりゃ、攻撃からバンダライズ。なんかさ、すげえ強い技をさ、結構序盤に覚えてるけど、そういうもんなの？だってゴブリンから覚えるって。お、ノー割り、ノー削りか。ノー削りはね、強え。ゴブリンあんな取ってた。バンダライズとかもすげえ消耗があるな。ここは本気で行こう。これでいいか。どうせすぐ倒せるし。ヒットポイントアップ。よーし、体験スキル、あれ4にアップしてる。もうそんなに見てたっけ。よーし、条件スキルも4。獣人系の敵、弱点なし。そういうもんか。
ここはずっとバトルできるね。ここか、グルモン。三代にわたって女王が支配している山賊の王国。またあったね。あんたら何者だい？ただの旅人よ。身分を明かさないのか。ドニクム州で何か事件があったと。姉妹たちが嗅ぎつけたら、あ、そうか、こいつ別のやつか。なるほど。私はこんな国の女王に興味ない。ハイバーニア州からアスワカンへ行くつもり。一緒に連れてっておくれよって。単語がわからん。グルモンとハイバーニアのクイネズ家は仲が悪くてね。でもユラニウス家の一行となら安全だ。ここで捕まるかって。お断りよって言うと戦闘になるのかな。でもまあこの子連れて行きましょう、せっかくだし。オグニアナ、グルモン女王の7人の王女の1人。7人もいるんだ。集中力が高いね。人形ブレイブライズ。あ、そうか、仲間にすると人形が手に入ったね。来訪記念、盗賊の指輪、鍛冶屋。木が得意と。ってことはネッサとかがいいんじゃないの。フルーレ。レイピアか。威力が上がるね。まあ、強化しとくか。ちょっと待って。必要数めっちゃ必要だな。土か。あ、そういうことね。ここで木を選べばいいのか。バックラーとか。ガード率。まあ、1上がるから上げておこう。スマートガード。リングメールか、ボーンブレストか。ちょっと熱が下がるけど、他が結構上がる。知力が下がるね。ボーンブレストって、まあ大体ね、あんまりいいイメージじゃないからね。デザグリーブ。まあ上げられるだけ上げとくか。ウルピナなんだっけ？これも上げられるよね。ベアトリスはタワーシールド。ああ、戦室とかいうのが。必要だけど結構レアっぽいな。プロテクトスーツ、かい。これすっげえな。これにしようかな。ソルジャースーツ。もう結構わかんねえ。いや、プロテクトスーツ、かいがすごいな。こいつ完全にガード役だな。うーん、使ってしまった。フェイスマスク。てかさ、こういうさ、武器を上げたいんだよね、武器を。ロングスペアは全然ダメだ。足りねえな。結構必要だな、最初の方でも。あとは、そっか、肝心のこいつは斧だ。まあ、結晶を集めろと、とりあえずは。そういうことね。まあ、グルモンはじゃあ、必要なくて、こっちか。度重なる山賊の襲撃により荒廃している。ナニムの村人。この村にはもう何もありません。お許しください。フォモア城に税を取られ、グルモンには力ずくで奪われる。はあはあはあ、そりゃそうだろ。今の話は本当なのか。なるほどね。大変なんだな。鍛冶屋。結構元気だな、このおっさん。さっき見たからね、別に。そうすると、じゃあこっちへ行けってことか。ここからハイバーニア州へ。というところで、じゃあ、
一旦この地の探索はこのくらいにして、次回ですね、この御門和城に入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。